よし、来ました。この様子、セレクツ？なんか精霊窟を沈めるとかどうとかエマ言ってたからさ、だからエマので動いたとか、地形そのものが変化した。あ、そっか、だから今までなかったところに精霊窟こんなとこあったっけって言ってたんだね。似てるよね。内戦時に現れていた暗黒時代の建造物、例の地底が建造したと言われている。どうやら内戦後に一通り姿を消してしまった。当たり？え？ポーチ、さっき見えなかったの？わ、生徒手帳ずっと待ってくれてんの？ミリアムちゃん、わあ、ミリアムちゃん、マジか。なんか嬉しい、嬉しいけどそういう場合でもないっていうね。ずっと持ち歩いてたんだね。現時点を持って非常事態が発生したと判断する。うん。君たちは宿泊小屋に待機、演習地方面への連絡を頼む。え、一人で行くの？おい、そいつは。お一人で行くつもりみたいですね。はあ、すまない。だが今回は今までと状況が違う。この先はあのミリアムが自力で帰還できないほどの何かが待ち受けている。そうね、特にアルティナはちょっとね。今回ばかりは。冗談じゃありません。まあ冗談じゃないよね。曲だからこそでしょ。そうだよ、だからこそだよ。こういう時に私たちをうまく使えなくて何が七組教官ですか。確かに、ほんとそれだわ。ほんとその通りですよ。昨日の夜ならいざ知らず、今のあなたが冷静だとは思えません。ああそうね、未知の領域に一人で踏み込む危険はあなたが一番分かっているはずでしょう。教官の霊の力も奥の手、そうそう多用できないのでしょう。救出確率を上げるためにもサポートはどう考えても必要では。それは私は別にミリアムさんのことを姉妹とは思っていません。でもそれでもどうしても放っておけないんです。教官のことを、あの能天気でお姉さんぶって、でも私とよく似たあの人のことを。アルティナがすごい強い口調で言ってる。ハル、そうか。てめえに何を言われるまでもなく、こっちは腹をくくってんだっつーの。だが決めるのはあんただ。切り捨てるならとっとと言えや。ふう、完全に頭に血が上っていたな。反省反省。やっぱり俺もまだまだだな。教官としても一人の人間としても。命令を訂正する。総員、最高レベルの戦闘準備を。はい。念のために演習地に連絡し、バリマールを呼んだら突入しよう。おお、バリマール呼ぶ。それでいいんだよ。よし、早速準備を整えよう。そうだね。もしもし、リンくん？トア先輩、至急各方面に連絡してほしいことが。いや、やっぱなんか声つきになるとね、聞きが引き締まるよね。身が引き締まるよね。何の音？
ファあー、なんだ、びっくりしたバリマルか、びっくりした。飛行艇とか来るかと思った。ワープで行けばいいのにね、ちょっと不安煽っちゃうよね。あー、なるほどね。さすがさすが。いや、こういう曲調になるとね、バリマールって感じするよね。ありがとう、バリマール。待たせたな、リーン。そして、7組の教え子たちが。どんぐらいできたんだろう。30分かかったけどね、わしら。いや、予想以上の速さだ。来てくれて助かった、バリマール。うん、うんうんうん、はーい。自信にバックアップを任せる教官にしかできない離れ技そうだね。こいつを呼べるだけの空間が中にあればの話。確かにね入り口がすでに無理そうなんですけど、まあ転移できるからそこは良しとしましょうかね。どうか力を貸してほしい。俺の大切な仲間を助けるために。はい、盛り上がってまいりました。ふむ、おそらくこの中にあの小さく天真爛漫な娘がいるというわけか。しかし霊脈のすぐそばにいるせいか、いまいち気配が感知できぬ。あー、強すぎるのか。はーい。はい、ありがとう、バリマール。行ってくるよ。その前にちょっとリンクの EP がゼロなので、なんか知らんけど。これで回復できるかな。あ、大丈夫そうですね。準備か。特に、もう、割とやってきたタイプなのですが。この気絶を破壊にするのいいんじゃないって今と思ったんですが、今まで結構土属性って余りがちだったんですよ、私は防御をつけない人間だったから。あ、これ20ついてんの。あ、そうなんだ。そう、だからこれいい機会だなって思う。あ、もう S プラスとかちょこちょこあるのね。ダイヤモンドノバ作ろうかな。で、あ、なるほど作らなくてよかったか。いや、待てよ、これ硬直半減で、これも硬直半減。あ、死後硬直半減か。死後、使用後。これをダイヤモンドノーバにしたら万事解決で、気絶を破壊にしとこう。破壊が2個あるから、あ、22、そして今2個あるから破壊を3作れるね。いや、また今度にしよう。はい、では行きましょう。妖霊靴誰が命名したんですか。なんか雰囲気あるね。わー、2とやっぱ違うね。なんかこう、なんか空気が違うのを感じる。神秘的。上位3属性が働いているんですね。クロスベルのなんちゃらとか言うと星見の塔ね。なんだ背中がチリチリするような。間違いありません。霊脈を通じてクロスベルの中の霊力が吸い上げられている。おお、吸い上げられている。
あの時はある目的のためクロスベル中の霊視エネルギーがあの塔に集められていた。それと同じことがここに起こっている？裏に潜んでる何か。じゃあ現れたことによって中に入っている人たちちょっと驚いたりしてない？音の反響、風の流れ。どうやらこのまま一本道で降りていくだけ。手袋しててわかる。ティオ先輩というか風の牽制の同門でしたっけ？八を言っとるよ。さすがというかとにかく腹をくくっていこう。はーい。曲新曲？あーなんかすごい雰囲気だね。綺麗。魔獣の気配も感じない。あ、ほんと？ここまでは安全そうだ。マジか。しかしなぜこの島にこんな遺跡が隠されて。何かありそうですね。ですが今は先を急ぎましょう。下に降りるにつれて肌がゾワゾワしてくるような、霊力の塊のようなものも徐々に見えてきましたね。鬼が出るか蛇が出るかだな。なんですかね。とりあえず無数の人5人プラス1人の方はミリアムちゃんですかみたいな感じなんですけど、セーブしときますか一応。ドキドキですが突っ込みましょう。わあ、ええやー、そしてミリアムちゃんと、あーガーちゃん、あー敵機体、サザーラントに現れた結社の敵機体。ミリアムさん今気づいたの？あら、あーちゃん、リーンに7組のみんなも、どうしてこんな場所に。よかった、無事みたいだな、ミリアム。ね。まったく、ユーシスが思い詰めるくらい心配してたぞ。会議があるのに悪いことしちゃったかな。それじゃあ、ユーシスに聞いて僕を探しに来たんだ。うん。ええ、ですがさすがに迂闊すぎです。でもよかった。ちゃんと無事でいてくれて。ま、そこのでかいのといい。ヤバそうな状況だけどな。うん。ここを探し当てるなんて。うむ、自力で仕掛けを解除してきたということか。その巨大な機体が新たな実験用の新機だな。でかいね。ええ、ですがこれまでの2機とは違いますわよ。全空間制圧人形兵器、アイオンタイプアルファ2、かのガレリア要塞を消滅させたタイプの改良機ですわ。まあその時ほどの力はないみたいですけど。まあそれでもあなたの鬼神ごとき敵ではないでしょう。なんかこの場所で霊力を補給してるみたいでさ、なんとか場所を突き止めたんだけど見つかって捕まっちゃったんだよね。うかつすぎでしょ。ですがやはりクロスベルの紫の神器と同じみたいですね。なんとか阻止すべきだろうが、人質を取られているとなると。いや、少なくとも傷つけられる心配はないだろう。神速しか知らないが彼女たちの誇り高さは知っている。人質を傷つけるような真似は絶対にしないだろう。彼女たちの崇拝する主にかけて。分かってくれて嬉しいっていうこと。面白い若者だ。女心をくすぐってくれるじゃない。リュバリーがよろめくのも
無理ないかもしれないわね。あの話つながってるの、まだまだ続けてたんだ。よろめいてません。ここであったが千年目か。我ら敵対の力改めて見せてあげます。そうだな。灰色の騎士と火楽しませてもらえそうね。俺の獲物よりでかいとはな。ああ。その弓も尋常ではない雰囲気ですね。でも絶対に引けない。うん。ああ。3ヶ月近くに及ぶ修行の成果を示すためにも。私も引けません。形式的とはいえ姉妹ですから。あーちゃん、あーちゃん、トールス第二七組特務課、これより敵集団の制圧を開始する。はい。おう。見くらうヘビ第七使と直属敵機体が三大使、お相手つかまつる。いざ尋常に勝負ですわ。おお。ハイネス、エンネア、行きますわよ。承知。任せて。それナイス。いきなりなんですけど。なんとなく脳死している私、どうしよう。とりあえず鉄人かな。ソードダンスして、クルト君は戦おう。前に出て行くぞ。うん。俺の番だな。ここで鉄人して、構えろ防御神鉄人。俺の番だな。アナライズ、そりゃ。豪気のアイネス、巨大なハルバートを自在に操り主の障害を叩き切る。すごい綺麗なハルバートだよね。さすが、素晴らしい。痛い。あ、今更だけどマスターコーツ変えてなかった。失敗失敗。逃がさない。今あれってセラフィムがついてるね。セラフィムじゃないや、なんだっけ、ソフィーだっけ。2回目来ちゃったな。アナライズするか。いきます。うん。でディフェクター、サーチモード起動。解析完了です。ユマリーちゃん、筆頭補佐の2人との攻守の連携が脅威か。ナイスアナライズ。100発100中の魔球で主の紹介を仕留める。魔球のエンネアですね。ありがとうよ。ありがとう。チャージ、僕の番だな。そうですね、結構離れたな3人とも。あ、でもまだ入る。そこだ。うん。いただけ。ナイス。良いじゃん。ちょっと貯めとくね。やりますわね。やりますわよ。ここからが本番ですわ。任せろや。あー、どうしよう。おい、アシットレイジしたかったんだけどな。入る？入った。いや、さっき使えばよかった。チャンスだ。よっしゃ、一気に行くぜ。ナイス。さてと、ん、あ、まだあった。フラグラッハかな。こう行く。こっちも厄介よね。こう行くか、こっちに行けるんだったら。それか、ブリューナクか。ブリューナク起動、勝者。貯めましょう。そこです。もらっちゃう。うん。あ、
ありえませんわ。僕の番だ。ソードダンスしまして、で、僕の番だな。どうしようかな、劣化するか。突撃時劣化、うん、僕の番だな。やめとこ。そこだ、いただけ。いいね。よし、クロスブレイク、どうしようかな。どうしようかな。クイックスター、あークイックスターいいんじゃない。どうしよっか、こっちにしよっかな。時の撤回よ、砕けて。なるほど、ピザップもいいね。そこだ、うん、いただけ。いいぜいいぜ。どうしようかな。もらったぜ。チャンスだ。ほい、追撃します。ちょっと今ラッシュ使おうか悩んだ。さて、やるな。だがここからだ。私の番です。そうですね、無流なくフラグラファーも入らんよね。んー、無流なく起動照射入らんか。よし、あ、待ってソードダンスしなきゃじゃないですね。フルト君が僕の番だな。行くぞ、突撃時劣化。あれしなきゃいけないから、駆動解除しなきゃいけないから、駆動解除、これ駆動解除だよね。ん、これ駆動解除じゃない、あ、こっちです。そこだ。うん、我は豪気打ち砕く者。いいぜ。で、あとの7戦か、7戦かどうしようかな。普通にやるか。もらったぜ。これはクイックスターをこっちに入れて、時の撤回よ、砕けて。便利だなこれ。よし、総括陣していいよね。よいしょ。そこまで。アッシュにね、任せるや。攻撃力上げても欲しかったんですけど、でいけるか。あー、そっか、3いるんか。だったらこれスプラスか、これやる。3700持ってって。くらえな、こいつはお任せ。いけた。油断大敵ってな。チャンスだ。おい、全然いけない。ブレイクいいんじゃない。しまいだ。ナイス、かっこいい。やるな。さてと、さてと、な、なにそれ。ああ、はいはい。じゃあそんなに HP あるから、そんなに HP があるってどういうことか。どうしようかな、バランスダウンって入るんかな。バランスダウンって絶対入る系っていうあれ。でも次来ちゃうから。でも、どうしよう、待ってね。無流なく。無流なく起動、照射。どうかしら。そんな言うほど強くない。ソードダンスして、いよいよ CP が足りない。い
UUCP の戦いやばい。行くぞ突撃時劣化溜めましょう。シャラクセ、お、いいじゃんいいじゃん、いいぜ。ここはね、ちょっとあげようかな。上等だ。はい、さてとさてと、ブリューナク起動勝者。うん、私の番ね。そうね、クロスじゃないな。どうしようかな、スレッジハンマーにしとけよかったかもしれない。スレッジハンマーにし、あ、いや待てよ、そろそろ紅葉しそうな感じするから、そのとこ。いいわね、でもまだまだよ。よしよし、貯めます。いいね、バランスダウン。マガンの神髄見せてあげる。俺の番だな。ここからスレッジハンマーして、スレッジハンマー任せるや。これ、ああ入らん。もらっとくれ。はいはい。よし。で、もうやんなきゃいけない？カツカツなんですか？カツカツなんですか？これを果たしていいことなのか？僕の番だな。ギリいけてないんだ。救護します。ナイス。ありがとうよ。それはなかなかいいぞ。さてと、回復ヒール、回復します。アルジェンヒール、ありがとうよ。し、クロスブレイク。私ユーナのエスクラってやったことあるっけ。任せるや。さて、くらえな。こいつはおまけだ。ナイス。油断大敵って素晴らしい。僕の番だな。うん、崩れた。うん、いただけ。よーし、よーし、崩れた。遅い、遅い。いいね、僕の番だな。ソードダンスしてどうしようかな。行くぞ、劣化するか。突撃時劣化、行くぞ。崩れた。はい、いただけ。ユーナちゃん行っちゃって、これで決める。やー、もう一回とどめよ。エクセルブレイカー。すごいな。油断したわね。やったー。